う春秋、そう紀元前11世紀前223年は、中国に、秋代、春秋時代、戦国時代にわたって存在した王国。現在の湖北省、湖南省を中心とした広い地域を領土とした。首都は、えと称したが、名前が同じだけで、場所は何度か変わっている。その成立に関しては、 漢民族の母体となった抗議の工画文明に属する、諸族が移住して成立したとする北来説と、それとは、異質な長考文明の流れを組む、南方土着の民族によって建設されたとする土着に、大きく分かれ、様々な仮説があるものの、未だに、定験も、有利季節も定まっておらず、民衆及び、支配層が、いかなる民族であったのかは分かっていない。色素成果では、 その祖先は、戦力、後帝の一人で、皇帝の孫であるとする。北来説の中で有力視されるものに、現在の河南省から山東省南部に分布していた東恵マエビスがそう、建国したという説がある。また、土着説では、湖北から湖南、紀州省に点在する、宮ャ族の祖先がそう立てしたという説が、有力視されているものの、どちらも有力な証拠は、まだない。 近年、祖母発掘の進展で、大方の埋葬が王族庶民を問わず、収容式の北向き安置ではなく、南を向いて安置されており、当時の中国では珍しい形式であるため、土着ではないかとする説がやや有力になっている。江南諸国は州を中心とした中原諸国から万族として下げ済まれたが、前史時代から文明を持っており、中原諸国とは異質な建築物や、 生産様式を有した文化であった。州の建国から少し経った頃に、州の司書に現れ始める、州の司書に記録された国々があった地域から発見された建築物や陶器等の多くは、州の様式であるため、明らかに州文化に属する王族や貴族が地方へ奉献され、建てられた国であり、周囲の土着勢力やその祖先と同質かどうかは、わからない。 ソアの代に起こった国であり、四季蘇生家はこれを、州の文王の時代とする。元来は、太陽周辺で活動していた部族と考えられている。建国後は、次第に、西へ進出していった。その後、幾熊の彦の熊駅が、州の西王から死者に封じられた。州の正王の討伐を受けるが、これを撃退し、正王を戦死、あるいは行方不明にさせたとされる。 その後、熊駅から数えて六代目の元孫、熊居の時代に、我は万位であるから、中国の借位に預からなとし、自ら王号を称するようになった。しかし、州に暴虐な霊王が立つと、恐れて王号を廃止した。十八代目の十一世の孫、熊、徹の時代に、公爵国であった隋を滅ぼし、それを理由に、州に小爵を願い出たが、州に断られたために、 再び王を名乗るようになった。熊ールが、その初代王、武王となる。文王の時代に、観光、ワイガの流域にあった域サイ、チンなどの小国獣数国を併合あるいは従属させ、兄弟化を果たす。西王の時代になると、中原の帝をたびたび攻めたが、聖が中原に派遣を打ち立てると、中原への信仰はなりを潜め、代わって、観光、 ワイが中華流域の計略を進めじょ、木などの遠い諸国十数国を平等して、両国を拡張した。六代目、双王の時代になると、強情なスワエは、チン、テなどを属国化して、中原を伺う,うようになる。進むの大軍を、筆の戦いで破り、春秋五派の一人に数えられる。また、双王の時代にスワエは、呉と同盟を結ぶ。 派遣を得た諏訪であったが、総王の次の七代目、京王の第二、三笹の戦いにおいて、進むに敗れて、派遣を失ってしまう。十一代目の平王の時代に五院、五師匠を国外に追放したことにより、五師匠の補佐を受けた五を考慮の軍に首都を、陥落させられ、一時滅亡の危機を迎えたが、新法書の必死の懇願により、真の援軍を取り付け、昭王が復帰することができた。 紀元前334年、伊オは、攻め込んできた悦王むつよしの軍勢を破り、逆に、悦に攻め込んでこれを滅ぼした。戦国時代に入ると、人口の比較的希薄な広大な国土に散らばる、王族、僧族の数や上官、宝給のみで、仕事のない官職が多くなりすぎ、国君の権力と国の統制が弱化した。他の六国では世襲でない職業管理や、 義の文公、旗の恵み公などの改名君主に代表される他国出身者の養殖登用が成立していたが、戦国時代を通じて、レイン、最小就任者の大多数が王族であり、それに次ぐ芝居や幕公の位も王族と王族から分かれた靴氏、明氏、慶氏が独占するなど、旧態依然とした体制を変えられず権力闘争に明け暮れた。戦国初期は、 クレに、栄を落とされた時代から引き続いて国威が振るわず、ギや艦によって、両国北部のワイガ流域を奪われ、エ戦、セン、エカは流域の日、敵や針などを奪われたことが見つかった地区間に、記録されいる。やがて、クレキがギから亡命してくると、痛み王の信任を得て、前期の弊害を除去する、国政改革を断行し、君主権を強め、 非効率な体制を改めることに成功する。しかし、痛み王が死ぬと、暮れ木は殺され、非効率な体制と各地に独立した権力を持つ、封建領主が散在する球場に服した。改革によってある、程度国位を回復したスワイは、ワイガ中流域の湿地回復は果たせなかったが、長江やワイガの下流域への拡張を推し進め、つつなど、諸国を平等している。 20代目の海王の時代、圧倒的な強国となってきた旗に対しどう当たるかで、親親派と、親、聖、天才派に、家臣は二分した。親聖派の筆頭は、屈原であり、海王に対し旗は信用ならないことを強く説いた、親親派の後ろにいた旗の最小、長義の策略により屈原は失脚し、地方に左遷された。いさめる者がいなくなった海王は、 蝶儀の策略にいいように踊らされ、最後は旗に遊兵されて死去した。その後も、真の後成は強くなる一方で、紀元前278年に白金により首都の縁を落とされ、真に戦闘した。その後は、俊申君の主導のもとに、祖、儀、蝶などの連合軍が真へ出兵したが失敗し、呪守に戦闘した。 春新君が死ぬとまともに国政を取れる者がいなくなり、旗の王戦将軍に、孔燕、孔悟の祖父が敗れ、最後の王夫婦は、捕虜となる。旗に仕えていた、将兵君が、孔燕に報じられて相応と名乗るが、新軍に鎮圧され、紀元前223年に滅びた。その後死皇帝が死去し、旗の政治が腐敗すると、陳将が反乱を起こして、 長諏訪へと呼ばれる国を建てたが、陳将が敗北したために、諏愛の旧皇族出身である、慶駒という人物が、止めでと訓らによって擁立されて、相応を称した。公領は、老いの幸う、皇籍と英夫に命じて、旗吉美を討ち取り、慶駒は針に逃れ、間もなく没した。そこで、公領は、半蔵の助言を取り入れて、海王の孫熊心を擁立して、祖父と同じ、 海王を名乗らせ、聖祖を立てた。公領の追い公武は勢力を広げて、諸侯の名手となり、海王を規定としたが、面倒になった公儀は後に、AF に命じて、これを支持して、公儀自らは聖祖派王と称した。公儀が流法によって滅ぼされて、全館が成立、その地には関心が封じられた。関心は後に、Y イイン公に降格され、その領地は、 西のスワイと東のイバラの二国に分割、それぞれ間の喪失の流行と流化が封じられた。スワイはその後も諸公王の一つとして存続し、クレスワイ七国の乱などにも加わっていたこともあった、以降はスワイを参照のこと。春秋戦国時代におけるスワイが注目される理由の一つとして独特な文化を形成していたことが挙げられる。春秋五派、戦国。 七尾の中でもシャーマニズム的な要素を持ち合わせていた。その墓中からは人物流放白画や人物五流白画といったようなキレ画や沈母銃といった魔除けを目的とした副葬品など他国にはない出土物も多く確認されている。他国でも動物信仰は行われていたが、とりわけ、祖では動物信仰が盛んに行われていたことも明らかになっている。また、 中原様式の建物や埋蔵品も発見されていることから中原の影響も受けており中原との同化も進んでいたことが伺われる。1993年に H で発掘された景門主角店 M15 祖母から祖独特の漢字である祖文字で書かれた畜巻が大量に発見された。たびたび洞窟にあったせいか、 保存状態の良い青銅製裁期が少数しかないため分析が難しく年代の最終的な確定はしていないが、戦国晩期のスワイの墓に特徴的な副装品がないことなどから、これらの畜間はおそらく戦国時代中期から後期のものである。畜艦群が発見される以前、スワイは四季の記述などから、道教や軌道が盛んな万位の国であり、歴史的経緯などから、 呪教は軽視されたと思われていたが、森役である大夫の遺物とみられる、書館群からは、道の書は廊子など四ペが見つかっただけで、大半は主来をはじめとする儒家の書であり、貴族子弟の教育に関しては中原諸国と同様だったと考えられる。その首都であった、エイ後に線とした、鎮の周辺やチャンスー省一帯から貨幣が大量に発見されているが、貝の形を模して、 聖堂で鋳造されている。バイカは、港北にあった、中原諸国や旗、縁の他の6大国で作られたスキカたち、刀形、円形たち、の貨幣とは明らかに異質なため、南北間の交易は、頻繁には行われず南にあったスワイは独自の経済圏を形成していたと得られている。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。